はい、こんばんは、ポップです。えゴールデンウィークもね、終盤に差し掛かりまして、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。え私の方はね、今日は家族とバーベキューということで、えまあね、混んでるところは行かずにですね、近場で済ましたという状況でございます。はい、えー、ネットニュースの中でですね、えまた一つ、ちょっと気になる記事がありましたので、まあこちらをね、記事をぶった切りながら、まあいいところはいいという形で解説を入れていきたいと思います。 えまずこちらいつものね、えー、ヤフーニュースのまあ経済欄ですね。えー、こちらからピックアップをしてみました。えー、月17万の手取りから株投資に6万。普通の暮らしが貯金じゃ無理という記事でございます。えー、年金は本当にもらえるの、えー、うちの会社はいつまであるの えー、真面目に働き、ちゃんと貯金していれば一生安泰と多くの人が信じられた昭和も今は昔、失われた30年と言われた平成を経て、全く先が見えない新しい時代を迎えたという形で始まっております。えー、この中でね、1、えー、人ね、えー、まずモデルケースが出てきていますね。 これは、えー、郵便局の契約社員として働く30代前半の省さん、過、え、去、ー、加盟という形でありますが、まあ、大体ね、この方はね、年収を300万ほどですね、300万ほどで、えー、この仕事を続けているという形です。両親と同居する自宅でゲームをして過ごすことが多い。まあ、両親と、ね、同居ってね、全然いいと思うんですよ。お金貯まりますし、無理して1人暮らしする必要はないかなと、えー、私も個人的に思っております。えー、ただね、この方は、早く実家を出て1人暮らしを したいのですがそうすると投資にお金を回せな,くな,い,、えー、回せないと、えー。資産として不動産も持ちたいので、えー、投資がうまくいってお金ができたら 1LDK ぐらいの部屋を買いたいと書いてますね、えー。ここでちょっと突っ込ませていただくんですが、まずね、えー、実家ね、出る必要ないじゃないですか。 ね、親もねね、あのー、やっぱり、ね、子供いた方が、えー、嬉しいと思う方が今、はね多いと思いますし、えー、無理してね出て何すんのっていう話ですよねであと資産として不動産も持ちたいこれね、ねあのー、昔私も読んだ、えー、金持ち父さん貧乏父さんね、えー、そういったね、えー、本があったんですけど資産と負債を,を間違えている方がね非常に多いんじゃないかなと思います、えー、資産というのはあくまでも自分のポケットにね、えー、お金を運んできてくれるもの これを資産とね、呼んでいるみたいなんですが、まさに私もその通りだと思います。ただね、自分が住む家をね、資産と思っていますと、要はね、買うときにお金もかかりますし、固定資産税とかね、毎年かかりますし、あとね、マンションだとね、管理費とかもかかりますからね、こういったところでお金を自分からね、抜かれちゃうものを資産と考えているのは、ちょっとね、ここは考え方、まあやっぱり投資教育という意味ではね、学校では教えてくれませんので、これはちょっと風向なね、考え方の一例かなと思います。 えーまあ、続けますとね、翔、えー、さんが投資を始めようと1年発起したのは、えー、30歳を目前にしたこと、えー、貯金はほぼゼロだったということですね、えー。なんかね、この方はね、当時ハマっていたパチンコという形でね、まあ、実はね、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私も若い頃ね、パチンコ、パチスロハマっていました。ただね、あれね、えーまあ、無理ゲーですよ、無理ゲー。あれでね、えー、利益出し続けるというのは、今の時代、まあ、一時期はね、えー、そういう時代もあったんですけど、今は無理ですわ。 はいこんな中でやっぱりこういうことやってるとお金たまらない典型的なもね、えー、ものなんですけど、えー、この時ね、30歳を目前とした頃、貯金はゼロ,ゼロだった。まあ、パチンコやってったそうですね、という形です。はいで、えー、まあそれはさておき、1年半で100万貯めたみたいですね、パチンコやめたら。まあたまりますよ、本当にね。逆を言えばね、パチンコを、えー 100万ぐらい失ってたんかという形ですけど、まあ本当はね、毎週言ってたらそれぐらいになっちゃうかもしれません。ただパ、パチンコの回数減らしてっていうのが気になりますね。やめたんじゃないかという形ですね。で、あと初心者向けのハウツー本を参考に比較的リスクが低い投資信託の積み立て投資を始め、すぐに個別株の売買も手掛けるようになった。これはね、いいとこ悪いとこあるんですけど、投資信託私、基本的にはあ,のあまり好きじゃないんですが、インデックスファンドですね。手数料の安いインデックスファンドの積み立て というのは非常にいいです。はい。投資としてはね。えー、皆さんもね、ぜひやっていなかったら、積み立 NISA とかを使って、 年間非課税枠出てきますのでぜひ投資インンデックスファドただ、海外株や海外債券やってください。日本のものはダメですよ。日本の株式の積み立てとか日本債券はダメですからね。そういったものじゃなくて、海外のものをやるんだったらいいかなと思います。そして、個別株の売買。これね、私ね、ちょっと批判的なんですよ。日本のね、多分何も書いてないんでね、これ、海外の株じゃなくて日本の個別株と思われますけど、 日本の個別株ね、今買い始めて売買したとしてもね、利益って薄いですよ、薄い。はい、もうね、えー、景気の方はピークアウトしてますんでね、えー、このあたりね、まあそういった詳細のね説明はね、またの機会にしたいと思いますが、今、個別株の売買というのはね、ちょっと危ないですね。やっぱりね、なんかアベノミクスというね、えー、言葉に踊らされて投資してる人もいますけどね、それは危ないかなと思います。 はい、えー、続いてね、えー、ちょっと私に挑戦的なね、仮想通貨や FX のような冒険はしたくない。別に僕冒険したくないんで,、えー、してないんですけどねっていう形なんですが、えーまあ、この人の、ね、参考は投資先はね、えー、口座を持つスマホ証券、スマートプラスのアプリで、えー、読める他のユーザーたちの口コミや経済誌の記事を参考にして選ぶ。口コミダメですよ、これ。口コミを参考にして、ね、株買ってちゃ,、えーちゃね、ダメですよ。 そ,れのそんなことやるよりかね、FX でデートレイの実力つけた方がまだいいですからね。経済史の記事。これもね、経済史もね、経済のね、評論家、アナリストっていうのはね、えー、どっかにね、属してる人はね、絶対下がるってね、えー、なかなか言いませんからね、えー、あまあ、当てにしちゃいかんところですね、はいでえー。この方ね、4万円を株購入に回して、投資の積み立てに2万円、貯金に3万円だったら、これね、全部の金額インデックスファンドにぶち込んでください。投資あの、積み立てるんだったらね。それぐらいやっといた方がいいです。 はい、でこの4万の、ね、株購入って、ねえー、もったいないかなとは思いますね。 ええー、と仮想通貨 FX はリスクが高すぎる、そこまでの冒険はしたくないと。もちろん株や投資にもリスクはありますが、長い目で見て、年、えー 2, えーね、2、3%ぐらいの利回りは確保したいのでということで、なんか株とか投資持っとりゃ、年、えーね、2、3%利回りはなんかいけるみたいな感じになってますけど、これね、投、え、資、ーま、の、ね、積み立てはまだいいですが、えー、株の倍、ね、々2、3%ってね、まあ、配当利回り確かに、ね、今2、3%、はありますけど、えー、日本株であればね、ちょっとそれは危ないと思います。 はい、ですので、ねえー、本当に、ね、この人、ね、仮想通貨 FX を、ね、やったこと多分ないでしょうね。ないのにリスクが高いという決めつけで、ねえー、ちょっと、ねえー、間違えている可能性はあるかなと思いますしっかりとそれを勉強した上でです、ねえー、しっかりとした、えー、メンターに、ねえー、教えを請えば、ねえー、そういったことは出てこないと思うんですが、まあ、そういった方もいるので、まあ、投資教育のな、ね、さがこういった方を、えー、生んじゃうかなというところは感じるところでございます。えー、お金がかかる趣味もないし自分の家があって で心配することなく普通の暮らしができればそれで十分なんですこれね、えー、まあじゃあパチンコやめたのかなお金かかる趣味もないっていうね形ですからね。で自分の家これいらんじゃないですか別にねえ、えー、両親が持ってんだったらそこに住みゃいいじゃないですかと思うんですけどまあそういった方がいたようです。 え続いてね、えー、次の記事、これ3ページあるみたいなんですけどね、投、え、資、ー、に積極的なのは4 50代より30代、まあもうちょっとね、これ、4 50代頑張れよというような記事ですね、えー、人生100年時代と言われる一方で、年金制度の先行き不安が度々報じられると、で人生100年時代って、ね、皆さんねよく考えてください、よく今ね、政府がこれ、言い出したんですよ、人生100年時代って、それで各金融機関だとか、えー、保険会社、えー、それと証券会社にね圧力をかけまして、人生 人生100年時代に沿うような、えー、商品を売ってくださいみたいなね、えー、形言ってますけど逆を言えばね人生100年時代だから60歳から年金渡さなくていいでしょと、えー、それこそね、えー、65から70、70から75、えー、はたまた平均寿命ぐらいのね80歳ぐらいからでもいいでしょって言ってるような話なので人生100年時代いうのはねあんま踊らされないでくださいよ。はい これ政府の言い訳ですね、年金を後ろ倒しにするという言い訳ですのでね、これはあんまりね好きな言葉じゃないですが、まあ、こういった形ですね、で超名門、えー、これですね正社員の終身雇用も崩れつつあると、超名門企業でさえ数十年先の姿、まあ、数十年と言いますから、本当、4、5年先わかんないですよ、はい、右肩上がりの昇給はもう望めない、まあ、当然です、はい預貯金の金利はほぼゼロという状態も長く続いているということですね、まあ、その通りですね。はい でえー、これからねアンケートの話がありますが、えー、2 30代の方が要は意識高い系ですよという形なんで、まあ、これは本当に、ねえー、いいことかなと思いますし、まあ、逆に、ね、4 50代の人たちはもうちょっと頑張ろうという形ですね。はい でえーっとまあ、こういった形で次の人の、ねえー、例が載ってますね。えー、東京都内の金融機関に勤める30代前半の大輔さん、ね。えー、これも加盟ですが、えー、5年ほど前から手取り収入のうち、生活費と海外旅行費以外のほぼすべてを個別株への投資に回している。これ危ないケースですね。 はい、さっきみたいにね、投資の積み立てやりましょうよという形なんですが、この方はね個別株に全振りしているという形ですね。これがね、またこれ、海外の個別株とは書いてないですね、まあおそらくね、日本株と思いますけど、えー、もうちょっと金融機関に勤めてるんだったらね、日本のやばさというのはね、えー、もうちょっと知っておいてほしいなとは思いますがね、はい、えー、個別株の全振りは今の時は危ないということですね。えー、年収は700万円ほど、えー、月35万円ほどの手取りから株購入に15万円前後を当てると。 いう形でですねで、えー、その投資先に関しては仕事から経済ニュースには敏感だ 5G の基地局や、えー、空気電池といった旬のテーマに関する銘柄の中から PBR、純、えー、資産率でですす純、えー、資産率です、ねえー、や配当利回りといった、えー、データも参考に投資先を選ぶこれツッコミどころ満載なんですがこのね 5G の基地局、えー、空気電池としてはテーマなんて、まあ、一応ね金融機関勤めているんでしょうけどこんなもんは、ね、もう100も承知で投資家目つけてますよ はい、なので、一般的なねインサイダーじゃなければねこういったねファンダメンタルな投資というのは結局はねもう市場に出回ったものを買うというのは結局手遅れですからこういった個別株というのはやっぱりね個人投資家ではちょっと限界があるかなと思います。それでね PBR や配当リマールといったデータもね PBR、まあ、今例えば商社が低いとか金融機関が低いとかありますけどこれは当てならないですからね。 結局はね、えー、配当利回りもね、えー、今2、3%あるとは思いますけど、下げるときは本当下げますから、企業はね。 えー、PBR もこの資産の、ねえー、計算の仕方もねまあ、本当様々ですけど、えー、PBR 低いというのは、ね、成長性がない企業という形になりますので、ね、ちょっとそのあたりを参考にするというのは、まあ、要は、ね、賢い投資をやってスクリーニングして、ねえー、賢い投資をやってますよという、ね、アピールだと思いますけど、これは全然、ねえー、当てにならないと私は思っております。えー、直近の投資残高は1000数百万規模で100万円単位の利益が出ているということで、まあ、要は10%ぐらい儲かっているよ いいうことが言いたいんでしょうねただ、こんなんね、えー、クラッシュがね、日本株の方でクラッシュが来たら一瞬で吹き飛びますし、今ね、えー、日本株ってね、ほぼね、日銀がね、握ってるようなものですんでね、えー、それがどうにかなった時点でですね、一気にね、えー、下がっちゃう可能性は全然ありますから、えー、これはね、全、えー、振りはやめといた方がいいですね、日本株にね。えー、ということでね、海外の、えー、資産だったらまあいいと思いますが、えー、日本株だったら危ないなと思うところですね。 えー、結局、この方は今の会社が潰れるんじゃないかという心配はしてないと、えー、国の年金制度にも不安はありますが、えー、このまま定年まで勤めれば、えー、退職金も企業年金も出るはずなので、普通に暮らす分にはそれで十分でしょうという形で、まあなんとなく逃げ切れますよというような、えー、感想を持っているみたいですね。 まあ逃げ切れるかといえばですね、えー、まだ30代前半ってね、30年ぐらいあるじゃないですか、えー、結局、これ、分かんないですよね。 えー、国の年金制度、えー、会社も行けるという形なので、金融機関にね、えー、勤めていながらね、ねこういう気持ちを持っている人って非常に多いと思うんですけどね、これ非常に危ないですよ、はい、どうなるかわからないという、えー、そもそもやっぱり会社とか国に頼っているところ時点で、えー、危ないかなと思いますので、やっぱり自己防衛ということで、えー、会社と国以外から、えー、お金をね、えー、受け取るようなことができる仕組みというのは、えー、作っておくべきかなとは思います。 えー、なぜ、えー、そこまで、えー、リスクを取って、えー、投資に取り組むんだろうかとで、えー、この方は45歳くらいでアーリーリタイアして、えー、バリ島に移住,移住するという目標があるからと、えーまあ、目標といっても、ね、45歳くらいというところですね、えー、しかもこの方前に、えー、結局このまま定年まで勤めれば 書いてあるじゃないいですかいやこれねもうちょっとね45歳で、えー、バリ島に移住するっていう目標だったら分かるんですけどくらいでまあアーリーリタイアできればいいなっていう方はねまずできないですね。 やっぱりね、目標というんであれば、じゃあ45にアーリーリタイアしますと決めましたと。それであれば、30前半であれば、35歳、40歳、41、2、3、4歳でね、どういう状態になっているかというのを、まあ、これ紙に書いてね、えー、目標してるのかと。そこまでやって初めて目標になるんですけど、45歳くらいでアーリーリタイアできればいいなみたいな。そして、えー、その割にはね、このまま定年まで勤めれば退職金も企業年金もでこれ矛盾してますよね。 はい突っ込みどころ満載なんですけど、こんな考えしてる金融機関の人がね、まあ僕も金融機関なんですけどね、えー、いたらね、やっぱりね、えー、ぶら下がり社員になっちゃいますよね。いやこのまま勤めれば退職金出るよなという形でね、もうちょっとね、お金と向き合ってほしいなと思いますし、自分自身のね、えー、価値を高めるという活動もしていただきたいなとは思っているところです。それが投資で賄えるかといったら、えー、まあとてもね、難しいかなというところですね。はい、じゃあ3番目です。 はいえー、お金が目的になるとおかしな方向でということで、まあ、前のさっきの、ねえー、金融機関の人の話がついてますけど、えー、自炊が基本でお金もあお酒もほとんど飲まない。 えー、お金は借りませんよという形ですね。家賃補助も出てますということですね。えー、ただ唯一、大介さんが情熱を傾けている趣味がサーフィンだと。波がすごくいい。あ、ちょっとその辺の世界は分かりませんけどね。えー、バリーへ年3回のサーフィン旅行がプライベートの出費の、えー、大きな部分を占めていると。まあ、贅沢ですよね、えー。波がいいんだったらね、年、ね、1回ぐらいで我慢して、あと日本国内で収めましょうよ。その浮いたお金で、えー、もうちょっとね、投資の積み立てとかやっていきましょうよと思うんですけどね。えー、ちょっとね、これは外せない みたいですね。 でえー、アーリーリタイアに向けた資産形成の、えー、目標額は1億円さっきね45歳くらいって言ってましたし、えー、しかもそのアーリーリタイアの前に、えーまあ、定年ぐらいまでに、えー、定年まで働けば退職金とか出るなと思ってたんでこれどっちやねんという形ですけどまあこの方はね、えー、ちょっとまだまだ緩い考えが緩いかなと思ってますね、えー、サーフィンさえ思い切り楽し,、えー、試し,楽しめればいいとあとは普通にご飯が食べれて毎日お風呂に入れれば満足ですちょっとねお金から 逃げというところですけどね。はい。で、万一投資で、えー、大失敗したら、資産は大きく減っても借金を買えるわけではない。まあそうですね、えー、株といってもね、さすがにね、全部ゼロになるわけじゃないですからね、その通りだと思います。えー、定年まで今の会社で働き、あとは退職金や年金で支出に暮らせばいい。そう割り切っていると。これまた矛盾してますよね。アーリーリタイアアンタス45歳でするんじゃないのとで。その割にはね、逃げ道を作ってるわけですよ。 こういったね、考えをしていたら、いつまでたっても、そういうアーリーリタイアというのはね、目標ではなくてね、夢ですよ、夢。夢は,い夢は叶いませんから。ということで、目標にするんであれば、45歳でリタイアするというのを決めるというところと、それに向けた活動をね、今すぐやっていかないといけないという形なんですけど、今、サーフィンを楽しんでいいという形なんでね、ちょっとね、このあたりは難しいかなと思っております。 えー、そしてね、この方お金から逃げてるなーっていうのがね、次の記事にあるんですけど、お金持ちの世界というものが、えー、あるかもしれませんが、魅力は全然感じません。僕の友達は高いお金に、えー、高いお店には誘いにくいですしってありますけど、これサーフィンって結構贅沢な、あのー、趣味だと思うんですね。だったらもうちょっとお金稼ごうよと。ね お金で、私大好きです、えー。手段として欲しいです。サーフィンするために。アーリーリタイアするんです。ってもうちょっと向き合わないと1億なんかたまりませんよ。っていうか稼げませんよ。はい。ということなので、えー、お金持ちの世界というのはあるのかもしれませんが、魅力は感じません。いや、感じろよと。はい。サーフィンやるんだったら感じろよと。 えー、思いますんでねちょっとここはね、えー、意志が弱いかなとは思いますね、えー。お金にはあるに越したことはないですが、自分が楽しいと思う暮らしを実現するための手段にすぎません。その通りです。はい、えー、単なる手段が目的になってしまいますと、おかしな方向に行ってしまいます。なんかちょっとね、えー、距離を置いて斜めから見てるような感じですよね。もうちょっとね、えー、これ、まあ確かに手段ですよ、サーフィンやるための。ただね、えー、サーフィンやるっていう贅沢なね、えー、夢、目標を持ってるんであれば、もうちょっと真剣 にね、お金を稼ぐそれは会社からもらうんではなく国からもらうわけでもなく自分で実力をつけてお金を稼ぐ実力を、ね、えつけるとそういったところで目的を、えー、持ってほしい,欲しいなと思っておりますね。 最後、締めがありますね。新卒一括採用に終身雇用、住宅ローンを組んでマイホーム、企業選手と専業主婦、家庭といった、かつて共有されていた人生モデルは、令和が幕を開けた今、すでに崩壊を迎えています。その通りです、はい、日本経済が長く低迷する中で成長した2 3 0代の価値観は、消費も働き方や政治に関する考え方も、親世代のそれとは変容しつつあるようです。 低成長時代を伸びやかに生きる幸福の形とはと、なんかぼやけています。結論は出てないんですけど。 結局ね、やっぱり投資教育というのが、えー、この金融機関で勤めているね、この2番目に出てきた人、まあ、名前も忘れちゃいましたけどね、仮名ですけどね、えー、こういった人ですら、えー、なんかね、緩いね、えー、夢を持っているとで、1億貯めるよって言ってる割には、えー、会社に頼っている、退職金出ますよね、国から年金出ますよねっていう形になっています。ただね、えー、私今回ね、言いたいなと思ったのは、やっぱりね、えー、こういった目標だとかお金の投資に、えー 気にしていただくというのは非常にいいことだと思います。実際私もね、20代からね、まあ個別株やってたんですけど、えー、そういったことやってましたけど、やっぱり早く気づくに越したことはない、うん。ただね、その方向性としては、みんなね、ちょっとお金から逃げてると言いますか、あのー、お金逃げてるところもありますし、しっかりともうちょっと勉強して、正しいね、投資、投機を身につけて、もうちょっとお金自体を好きになってもらって、お金を最初は目的でもいいので、真剣にそこをね、 取り組んでいただくと。 でそれはあくまでも会社とか、えー、国からもらうんではなくそして悪いことをしてもらうんではなくね自分の実力をつけて、えー、お給料以外から、えー、もらえるとそういう実力をつける要は買われるのは自分だけですのでそういったところにもうちょっとフォーカスを当てて生きていける人が、えー、多くなればいいなとは思っております、まあ、そんな中でね、えー、私の方も、まあ、企画ということで、えー、みんなと一緒にね FX で稼いでいこうというような形で企画を立ち上げたのもありますけど、まあ、それもねしっかりやっぱり勉強してる 方向がもももしししかかたら違う人もいるかもしれない。るれな私なりにやってきたことをね、えー、伝えて、まあ、同じ志を持った人のね、えー、まあ夢目標夢を目標にしてそれを実現するというところに力を加えたいなと思っておるんですがやっぱりねこういったところで、えー、口コミとか、えー、経済史を参考にするとか言ってたんじゃまあ それの人の世界しか見れないかなと思いますのでね、ここはしっかりと皆さん実力をつけていただいて、この、ね、チャンネルを見ているということは、FX の、ね、稼いでいこうと。 決めてる方が多いと思いますんでね、そのお手伝いは私はしたいなと思いますし、えー、逆にね、こういう記事を見ると、もうちょっとね、えー、しっかりと方向性を定めてね、えー、国や、えー、企業に頼らないね、自分の実力をつけてほしいなと思うところでございます。えー、ちょっとね、こだわりが強いところを、えー、言ってしまいましたが、こういう思いを持ってね、えー、またチャンネルを続けていきますんでね、えー、よろしければ皆さんまた見てください。はい、えー、夜も遅くなりましたが、以上といたします。バイバイ。